はい、みんな、ワード2。はい、おはようございます。ご無沙汰です。はい、ご無沙汰、いらっしゃい。楽しんでいってください。花火ありがとうございます。直拓さん、花火ありがとうございます。音小さい？なんかちょっと音小さい感じがするな。あ。こんな感じかな？これくらいかな。亀仙人いらっしゃい。お疲れ様です。昨日は、疲れていたので、ちょっとお休みをさせていただきました。そうだね。じゃあ、まず、オープニングトークからいきなり行こうと思うんだけれども、もしかしたらなんだけど、生活保護をやめるの濃厚になってきましたね。生活保護をやめるの濃厚になってきました。村住さん、ワード2、いらっしゃい。今のところ来年抜けようかなっていう風に思ってます。音割れてる？音割れてる。これくらいかな。うん。生ポをやめようと思ってますね。僕は今生ポはもう卒業しようかなと思ってます。音割れてない？大丈夫。いろいろあったね本当に。もったいない。いや、収入が上がるんで、強制的にもうやめることになると思いますね。はい。そんな感じです。オワコンになったのにこれからどうすんの？いや、全然、こっち来てから稼げてるんで、逆にふわっちでやってこうかなと思ってるけど。SS さんいらっしゃい。いや今までね、本当に応援してくれてた全ての人に感謝ですね。本当に。長かったね。一回生活保護になったら。辞められる目処が立った。そうだね。やっぱりふわっちでの収入がどんどん大きくなってきてるんで、おそらくですけど、生活保護辞めることになると思います。はい。ふわっちが本業。いや、まあ、いろいろ、ふわっちでも稼いでますし、バイトもやってますし、生活保護ももらってるんで。長かったね、本当に。風向きが変わったね。そうですね。だいぶ、ふわっち来てからだいぶ良くなってますね。本当に100人アクティブ切らなくなってきたもんね、だんだんね。ありがたいよね。うん。いろいろあるよね。いろいろあったね。本当に。いろいろあった。ふわっちで稼ぐ。どうなんだろうね。ふわっちで稼げたら一番いいと思ってるけど。ふわっちで生計立てれたら、俺は一番いいと思ってるね。やっぱね、男はね、やりたいことで食っていくべきだよ。やりたくないことで金稼いでも楽しくないじゃん。ほんと人生いろいろだよね。まさか自分が生活保護になると思ってなかったからさ。びっくりだよ。まあでも、やっぱ人生立て直すのには3年ぐらいかかるっていうのがようやく分かってきたね。3、4年かかりますね。やりたいことやるには。全部そうだったもんな。音楽で飯食えるようになったのも3年以上かかったし。いろいろかかりますね。人生一度しかないからやりたいことやったらいいね。そう。本当にそうだと思うよ。本当、時間だけは返ってこないんだよ。時間はね、お金で買えないものだと思ってて。お金で買えないものっていっぱいあるんだよね。ほとんどのものはお金、99% のものはお金で買えるんだよ。でもね、金で買えない部分ってあるんだよね。だからお金持ちの人が本当に大事にしてるのは人間関係とか時間とかなんだよね。そう。そう。時間はね、短縮はできたりするかもしれないけど、自分の人生自体は買うことはできないからね。売ってないからね。まあいい人生ですよ、本当に。やりたいことやらせてもらって。現在4万円ってどういう意味ですか？今ね、ふわっちで、月収15万いったら旅配信するよっていうことをリスナーさんと約束していて、今月4万円ってことですね。
初見さんいらっしゃい、水さん。楽しんでってください。楽しかったらフォローよろしくお願いします。時間はお金じゃ買えないよ。うん。まあわかんないけどね。医療が発展してお金持ちの人は寿命が長くなるとかあるかもしんないけど。うん。でも俺はほら、ブッディストだから、永遠はないっていう、そういう生命に対する欲求とかはあるかもしんないけど、永遠で普遍的なものなんかこの世の中には存在しないっていうのを支持してるから、まあ、永遠の命はないかなっていうふうに、僕自身は考えてますね。古代さんいらっしゃい。10個ポイントありがとうございます。生活保護だけで普通に生きていけるの。まあ、贅沢をしなければ生きていけるよね。うん。また、バー経営したいとか思ったりします。そうですね。まあでも実力不足な部分があるんで、もっともっと有名になってからじゃないと、やりたいような形はできないかなと思ってますね。また同じく潰しちゃうことになると思ってるんで。うん。仲間とかね、機会とかがあったらまたチャレンジしたいと思ってますね。まあ、バーで稼ごうというよりも、バーは、なんか居場所？なんか溜まり場を作りたいっていう感覚なんで。溜まり場を。僕はそういう感じですね。溜まり場を作りたい。やっぱみんなで溜まれるところ作ったら面白いじゃん。うん。仲間同士でワイ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 朝まで騒げる空間っていうか、そういうのを作りたいんだよね。生活保護貯金できますよ。猫ニクルさん、うん、できますできます、全然できますよ。余裕です、できます。あ、知らなかった。うん。ロンタリさんみたいな人は生活保護を受けれるんですか？ロンタリさんがどういう人かわかんないんで。昨日なんか生活保護を受けたいっていう枠ちょっと覗いてみたけど、収入とか聞いてないんで、お話しようかと思ったんですけど、コラボはやってないって言ってたんで、わかんないですね。コラボして話、アドバイスしようかなと思ったんだけど。受けられんじゃないかな、収入に困ってるんだったら。144名さんいらっしゃい。前ね、あ、違う違う、先月の分カウントに入れてたから、プラス3万あるよ。うん。だから今7万だけど、先月からのカウントだったら。1ヶ月で15万稼ぐ、あれだから。うん。今現在4万っすね。配信バーあったら行くかも。ねえ、行くよね。ロンタリさんコラボやってくれそう。いや、なんかね、ゆいさんね、コラボしないって言ってたよ。ロンタリさん。やらないみたい。なんか、もしよかったらコラボしてアドバイスしましょうかってさ、コラボはいいやって言ってた。うん、ゆいさんありがとう。コメントありがとうね。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。よろしく。ロンタリは家が持ち家だから無理だな。あー、親が働いてたりしたら無理だね。うん。メガホンってアイテムいくらなんですか？メガホンいくらだっけ？今見てみるよ。アイテム。メガホンは、アイテムを購入する。メガホン。あれ？メガホン売ってないね。うん。メガホン売ってない。値段がないね。Pさんフォローありがとう。風船は100個で120円。バーガー10個で120円。ハート5個で120円。パフェでが360円。花火が1080円だね。風船ありがとう、エリさん。初見さんいらっしゃい。楽しんでてください。面白かったらフォローしてね。桜もさんコメントありがとう。あと、YouTube のチャンネル登録もぜひぜひお願いします。YouTube もチャンネルやってますので、今100人目指してます。YouTube の URL はね、番組説明の下のところに書いてありますので、YouTube もぜひ、チャンネル登録してください。Google アカウントがあればね、チャンネル登録できますんで。さ、広角機動隊の新しい PV っていうか、プロモーション出たんだけど、みんな見た？広角機動隊いいぞ、今回実写のハリウッド。マジで熱いぞ。
俺最初の頃のプロモーション見た時ないわって思ったけど超クオリティ高い。もっちゃん初見さんコメントありがとうございます。楽しんでってください。楽しかったらフォローよろしくお願いします。やばいよ、もう超世界観バッチ、もうやばい、世界観がすごい、あれは名作になるね、あれはやばい。ねえレクチ楽しみだよね。最初のさ6個出た動画だったらクソだったんだよ、全然ダメじゃんとか思ってたけどめちゃめちゃ良くなってるよ。今回広角めちゃめちゃ熱いね、いいよね。メガホン売ってないんだ、投げてる人いるけどどうやって買った、どうなんだろうね、どうやって買ったんだろうね、ちょっと俺もわかんないなその辺は。どうやってメガホンって購入するんだろう、限定アイテムなのかな、わかんないけど、新しいフォロワーさん、ゆいさん、さくらんぼさん、えりさん、ゴンゾーさん、ひかたんさん、このはさん、フォローありがとうございます。花火ありがとうございます。スクワットします。1回2回3回4回5回、花火ありがとうございます。花火をしたらスクワットをしますので、スクワットプラス、スクワットプラス中渕剛の曲を1曲歌いますよ。もしリクエストがあったら中渕剛でこの曲歌ってくれっていうのがあったら歌いますんで、惜しいリスペクト感が、そうそうそう、 ありがとうございます。花火1回2回、直沢さんありがとうございます。3回4回5回ありがとうございます。長渕剛が絶対に歌わなそうな曲をワンフレーズ長渕剛で歌うんでね、もしリクエストあったら、リクエストあったらお願いします。最初に持ってる、あ、メガホンは初見だけなんだ。メガホンは初見さんしか手に入らないらしいね。ロンタリも生活保護受けたいって言ってるけど、あいつ受けれんの？ロンタリさんがどういう状況なのかによっては全然受けれると思うよ。ロンタリさんが今どういう状況かわかんないからね、俺は。はい。新しいフォロワーさん、もっちゃんさん、フォローありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、直沢さんに花火、パチパチお願いします。直沢さん、ありがとうございます。どうなんだろうね、生活保護ね。まあ所得が13万以下で一人暮らしだったら受けられるだろうね、確実に。所得が13万以下で一人暮らしだったら、都内だったらその金額かな。直沢さんはすごいすごいいい人ですよ。僕何回かお食事ごちそうになったことあります。かっこいいよ直沢さんは。ツイッターも直沢さんやってるんで、もしよかったらツイッターフォローして、見てください。和道からって。和道からフォローしました。俺もツイッターやってるから、ツイッターと YouTube 登録してね。みんな。仕事しろとか市役所に言われないの。ベルヘイムさんコメントありがとうございます。ね、仕事はね、やってます、僕。仕事やってるんで、仕事しろとは言われないですね。アメカンさん、仕事クビになって24で無職になってしまったんですが、人生やり直せます？あ、これはね、先輩からの言葉で、人生は本気だったらいつでも、年齢関係なくいつでもやり直せる。うん、本気だったらね。ただ、自分しか運命を変えられないんだよ。他人と過去は変えられないけど、自分と未来だけは変えられるんだよね。だけど、変える、変化するっていうことっていうのは、チェンジでしょ。何か。そう、変化っていうのは痛みを伴うの。その痛みから逃げてる人は変わることはできないと俺は思ってる。すべて、そう、進化。例えばね、さなぎ、幼虫のがさなぎ用になるときに、さなぎをパカって割ってみるとわかるけど、ドロッドロの液体になってるんだよ。つまり自分の体の中で溶かしてるの。メタモルフォーゼって言うんだけど、それを。メタモルフォーゼなんだよ。いや、鼻水みたいにドロドロの液体まで自分の体を溶かすんだよ。それで羽ばたく蝶に変わるんだよ。車輪子で旅をするつもりはないですね。僕はバックパッカーやろうと思ってます。歩き、ヒッチハイク、何でもありでやろうと思ってます。基本歩きかな、ヒッチハイクと。新しいフォロワーさん、レイナさん、フォローありがとう。ピノこんばんは。初見さん楽しんでてください。保護の窓口で門前払いされそうですよね。うん、水際作戦って言うんだけど、それを全然ありますよ、水際作戦は。うん、
人生は何度でもやり直せると俺は思ってるかな。俺は信じてるって感じだね。金梅さんいらっしゃい、うん、そんな感じ。さくらんぼさん風船10個ありがとう、うん、お話勉強になります。いやいやいや、うん、されました。門前払いされた。それ違法行為なんだけどね、本当はね。あの、生活保護っていうのは国民の権利だから、貧乏の人すべて受ける権利がある。ヒデピオンさんいらっしゃい。こんにちは。コメントありがとう。楽しんでってください。どんな人でも日本国民だったら、分け隔てなく、あの、保護される権利がありますよ。はい。新しいフォロワーさん、アメカンさんフォローありがとう。電波悪い、うん、トムさんコメントありがとう。生活保護を受けようとしたら、うん、断られちゃった、うん、本当はね、申請書っていう書面を出さないといけないんですよ。相談しても意味ない。相談は相談だから。あの、役所は書面、要はほら、役人ってさ、書類がないと動かないっていうでしょ。みんな書類出さないんだよね。そよお金は誰が払う？そよお金ってなんだろう？うなこさんいらっしゃい。コメントありがとう。うん。やり直すためにはお金が必要。うん、お金よりも気合の方が重要かな。お金ってアルバイトでも何でもすればさ、今の時代アルバイト2個掛け持ったら30万稼ぐの東京だったら簡単だと思うんだよ。その根性がないんだよね。やっぱ一番大事なのは根性だよ。うん。そのお金、どのお金、そのお金っていうのは、そのがわかんないかな。そのが、なんのことだろう。あー、宮崎駿フルボッコ、それ動画まだ見てないんだよ。レクチ URL あったら、後で DM か LINE 送って。そ、あの、あれでしょ？ゾンビかなんかのやつでしょ？記事は読んだんだけど。生活保護のお金っていうのは、役所が半分、市の行政が半分、あとは、国が半分負担してますね。はい。うん、俺は根性ないよ。俺は根性ないよ、うん。根性ないけど情熱はあるかな。根性はないです。情熱はあります。はい、こんばんは。ロクちゃんいらっしゃい。楽しんでってください。和道です。税金から出ているわけですよね。そうですね。税金ですね。はい。その通りです。生活保護の財源は税金です。配信業で稼ぐの。そうだね。俺の夢は配信で飯を食っていくことだから、あの、配信業でやっていくっていうのが、あの、目標ですね。うん、配信業一本でやっていこうと思う。今日もね、職場でもしかしたら仕事を辞めるかもしれないです。来年っていうのは、今日、あの、仕事の終わりに相談してきました。うん、で、わかりましたっていうふうに言っていただいたんで、もう、あの、引っ越しの準備とか、辞める、仕事を辞める準備とかいろいろ整えてきてますね、うん。頑張ります。ありがとう。猫にくるさん。いろいろ動いてますよ。着々と。ハートプレゼントありがとう。150名さんいらっしゃい。ハートプレゼントありがとう。不正受給にはならないの？うん、不正受給っていうのは、生活保護っていうのは別に働いてもいいんですよ。お金稼いでいいんですよ。っていうか、むしろお金を稼いでくださいっていうのがこの国の法律なのね。だから生活保護を受けてても働いてくださいって言われるでしょ。働くってお金を稼ぐってことだから。で、その生活保護、俺の場合だと13万円もらえるんだけど、例えば他に20万円もらってました。そしたらさ、33万円の収入になる。だから、この20万円もらったっていうのを国に申請をするの。要はいくらもらいましたよっていう報告をしないといけないの。これは義務なのね。あの、生活保護を受けてる人は収入を報告すると。で、報告をしてる場合は不正受給になりません。で、報告をしてないと国がその人の収入を管理できないから、実質33万の生活をしちゃうわけじゃん。これが不正受給。うん。これが不正受給って言われてるものです。アトランティスさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでてください。コメントありがとう。面白かったらフォローしてね。こんにちは、ゆうさん。いらっしゃい。そう、そういうこと。要は差し引かれるっていうか、国に返還してくださいねっていうふうに言われるの、窓口で。いくら返還してくださいって。そのいくらっていうのは状況による。もらったお金なのか、
働いて得たお金なのか、障害者年金なのか、国民年金なのか、その用途によって返還する金額っていうのが変わるんですよ。うん、ロンタリーは親父と一緒に住んでる。うん。もらえない可能性の方が高いかな。持ち家があって、親父さんが生計立ててると思うから、仕事してるだろうしね。うん。ふわっちの収入は申告するんですか？もちろんもちろん。だって申告しないと不正受給だもん。生ポやめてどうするの？お、あ、ふわっちで食べていこうかなと思ってる。中越住んでたらダメそう。そうだね。あの、世帯収入だから、生活保護の申請の基準っていうのは。うん。ふわっちでやってこうと思ってます。一応僕、ふわっちの収入だけじゃなくて、バイトの収入もあるんで、バイトっていうか、A 型作業所っていうところに、通ってるんですけど、そこで、7万ぐらいの収入あるんで。うん、わかりやすいでしょ。ちょっと、タバコ取ってきます。あ、ただいま。クミタンいらっしゃい。バーガープレゼントありがとう。ハートありがとうございます。そうだね、 YouTube からの収入も僕はありますね。ふわっちと YouTube と、あと、うん、今はこの2つかな。受給者の方が裕福、勉強しよう、うん、裕福かどうかはわかんないけど、うん、まあ生活保護っていうのはみんな勘違いしてるけど、働けない人を支援するための制度じゃなくて、低所得者の人を保護するっていうのが保護の目的だから。だからあれだよ、生活保護を受ける対象の人っていっぱいいるんだよ本当は。はい、ワゴツヘネシーさんいらっしゃい。旅配信楽しみだね。もう計画段階に入ってますよ僕は。日本中旅するから計画段階に入った、もう完全に。うん。おそらく来年はもうプロ配信者としてやっていけると思います。どっから行こうかな。やっぱ北海道でしょう。今考えてるのは北海道からスタートするのありかなとかも思い始めてるけど、どうなんだろうな。北海道からスタートだとちょっと分かりづらいよね。だったら東京スタートの千葉、茨城、福島、宮城ってこう登っていくの方がいいよね。彼女は家で。うん、映画作業所も辞めるかもしれないですね。今日辞めるかもしれないっていうことは伝えておきました、一応。まだ話確定ではないんですけど、おそらく来年辞めることになると思いますっていうのは伝えました。北海道、まあ、着くのがどれくらいかかるかわかんないからね。埼玉もちろん行くよ。もちろん行く。うん。YouTube ってどういう基準で収益もらえるの？二つ今メインの収入があって、広告費。これは1再生 0.1 円だから、10再生1円。10再生1円だと思ってください。だから100万再生で、だいたい10万円もらえるっていう。こういう基準。で、もう一つはファンディングって言って、YouTube 自身がクラウドファンディング、投げ銭システムを導入してるの。例えば、1000円配信者に、クラウドファンディングしたら、22円引く 5%。手数料が22円必ずかかるのと、その1000円のうちの 5% っていうのが、Google 税って言って Google が取る。それ以外のお金全部に、本人に入ります。2つ入りますね。埼玉も行くよ。うん。北海道スタート寒そうだね。クミタン歓喜。そうだね。ていうか、ほんとふわっち来てから流れ変わった。水さん、フォローありがとうございます。新しいフォロワーさんです。ありがとう。東京スタートで南に行けば寒くないかな。南はもうね、稲穂の家まで行ったんだよ。かな、なんだっけ。九州まで行ってるからね。チャンネル登録は関係ありますよ。
なんでかっていうと、チャンネル登録してくれると、再生数が、やっぱクリックする頻度が上がるから、だから YouTube チャンネル登録いっぱいしてほしいですね。皆さんにやってほしいです。なんでかっていうと、チャンネル登録が1000人いくと、動画の販売ができるんですよ。だから映画僕作るの夢の一個なんですけど、映画の販売もやりたいんで、もし、YouTube やってる人、まあ、Google アカウントみんな持ってると思うから、YouTube アカウントみんな持ってると思うんだよね。チャンネル登録してくれるだけで本当にありがたいんで、ぜひぜひお願いします。月のロマンさんいらっしゃい。ワドです。コメントありがとうございます。初見さん、楽しんでって。楽しかったらフォローしてください。生ポなんですか？そうですね。僕は生活保護受給してます、今。YouTube 登録ありがとう。うん。了解。四つ目速報さんいらっしゃい。いつもありがとうね。うん。生活保護やめると思う。うん。障害者手帳持ってますよ、僕。持ってます。160名さんいらっしゃい。楽しんでってください。こんにちは。コッチさん、初見さんコメントありがとう。楽しんでってください。うん。面白かったらフォローしてください。よろしくです。そうだね。なんか収入が上がって生活保護抜けるっていうのはいいかな。じゃあ、行くわよ。あんたたち行くわよ。ゲビ。デメキンさん、いらっしゃい。いらっしゃい。楽しんでて。のんたんの某配信者の性癖暴露とか面白かった。あ、香川さんね。うん。ケビーケビー。ハートプレゼントありがとう。うん。みんなから、この、支援されたアイテムで、世界旅行しますんで。初見さんいらっしゃい、第3。面白かったらフォローしてください。こんにちは。コメントありがとう。花火ありがとうございます、なおたくさん。私はですね、旅配信を目指してます。アイテム、ありがとうございます。この資金で、世界中を旅しますのでよろしくお願いします。なぜかあとスクワット公開します。花火が入ったらね、長渕剛のモノマネもやるから、曲のリクエストがあったら曲のリクエストもしてください。ワンフレーズ歌います。前向きだね。だいぶ状況変わってきたね、本当に。おい、コバミンワド2。不正はするなよ。オッケー。おはぎさつさん、ありがとう。詐欺師っていつまでも言われちゃうもんね。まあ詐欺師は、まあ過去は消せないからな。過去は変えらんないんだよ。過去の過ちは受け入れていかないと。サンチさん、こんにちは。いらっしゃい。ドフラミンゴさん、配信でよくズバクソが、ワドウさんが生活保護って言ってたから何かされたんですか？あ、僕生活保護受けてますよ。うん。KP の滑り方が華麗。ヒカルの風がキスした金梅に感染してます。あ、違う。多分ね、風邪ひいてたのは俺ですね。多分、俺の病原菌の方が強い。なおたくさん、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。頑張んないとね。どっから行こうかな。俺もうずっと一週間ぐらい肺炎だったから、金梅さんとキスしてから治ったね。ぜいぜい言わなくなったね。多分、金梅さんに移ったんだと思う。すげえ咳一週間ぐらい引きずったから。新しいフォロワーさん、ルカさん、月のロマンさん、マユさん、フォローありがとう。はい、こんばんは、パンツァー4さんいらっしゃい。楽しんでってください。あ、そうだよ、みんな、リスワン取れました。ありがとうございます。リスワン取れました。いや、いや、そうだ、報告しなかったね。リスワン取ったよ、取ったよ。先月泣いたよ、本当に。先月悔しくて泣いたよ。先月の俺を超えたよ。ありがとうね。みんなのおかげだよ。みんなありがとう。1万円ゲット。1万円よりもでかいのは結果を残せたっていうこと。頑張ったら結果残せるから、みんな。どんなことでも頑張って継続してこうぜ。頑張ってたら、やっぱ人間は頑張ってる人大好きだから。ありがとう、バーガー。ありがとう。おー、デムキンさん、ありがとう。一回。いや、本当ありがとうね、みんな。みんなのおかげで一緒に撮ったんだよ。俺が撮ったんじゃなくて、俺と俺のリスナーさん一緒で撮ったリスナーだから、みんながいなかったら撮れないから。いや、マジで嬉しかったよ。もう超黄昏れたもん。黄昏れたもん。ああ、マジでね、ありがとね、ハッチー。マジで嬉しかった。本当に。ああ、先月の自分超えたわ、と思った、本当に。
先月の自分を超えた。いや、あのね、もう配信ね、やってね、かそったりね、盛り上がったり繰り返してるから、リスナーさんがいなくなる恐怖とかを知ってんのは一番俺だからね。でもさ、一発やばい、みんないっぱいいるでしょ？一発ボーンって上がって、ね、みんないなくなるじゃん。バカプレゼントありがとう。だけど、一発屋はいっぱいいるけど、一回下がって、底辺まで落ちて、二回上がった配信者ってなかなか見ないでしょ。これはでかいよ。一発バーンって行って、有名配信者になって落ちて、で、上がれたんだよ。これ難しいから、これはほんと自分の中で、でかいと思う、この経験は。なんでかっていうと、落ちても上がれるっていうのが自信がついたから、もうみんなのおかげだよ。ゆっぴさんありがとう。いろいろあったよ、ほんとに。もう、あれだからね、立ち見え、アクティブ700人ぐらいから、ね、累計来場700人ぐらいをキープしてたのがゼロになったんだよ。そう、わかんないよ。ふわっちで上昇したからね。いや、もう本当に、本当に。俺だから、有吉さん見てずっと自分のこと励ましてたんだもん。電波少年見て、歌聞きながらさ、なんだっけ、爆風スランプのさ、あの歌聴きながら絶対俺も大丈夫、絶対俺も大丈夫って言い聞かせてたもん。諦めないことだよ。頑張ったよね。みんなありがとうね。新しいフォロワーさん紹介します。ジュニアさんフォローありがとう。まずね、これはね、やった人にしかわかんないから。いや、苦しみ？一回落ちる苦しみと、這い上がる辛さは、やった人にしかわかんないよ、本当に。だからこそね、やっぱりね、感謝の気持ちは絶対忘れちゃいけないんだよ。嘘ついちゃダメとか、謙虚でいないとダメとかだよ。性格変わったかな？どうなんだろうね。よく最近丸くなった丸くなったって本当言われるけどね。自分じゃ気づかないもんだよね。本当に。やっぱね、痛い目見ないと人間ってね、トゲが抜けないんだと思う。痛い目見ないとダメだよ。オワコンの向こう側から帰ってきたよ。谷は深かったぞ。谷は深いぞ、お前ら。本当にね、芸人の一発屋とかの気持ちよくわかるもん。本当に。もてはやされてキャーキャー言われてさ、ヒーローになったつもりになってたけど、面白くなくなったら一発で干されるからね。シビアだよ。シビアだよ。なんか他の配信者が盛り上がってる時、どんな思いで俺が見てるかわかんないでしょ。キャッキャキャッキャ言ってる時にさ、ロハコさんがヌマップ復活とかもだから、ロハコさんよかったねとか思ったけど、俺はまだ復活できねえのか、長えなとか思ったり。ねえ、FC2 でかそってたりね。パコさんいらっしゃい。コメントありがとう。楽しんでって。楽しかったらフォローしてね。あげ、うわ、これ本当にそう思わないみんな。モンタンと付き合ってから全部が、全部うまくいってるような気がしない？ねえ。ノンタンと付き合ってから流れすっごい変わったよね。俺ね、マジでね、ノンタン本当にアゲマンだと思ってんの。トシアンいらっしゃい。ノンタンマジでアゲマンだと思ってる。本当にすごい。本当にすごい。ノンタンマジで俺の、マジでね、本当女神だと思ってる。天使だよ。旅配信始まったらまた困難あるだろうけど、和道なら頑張れるね。やりたいことの困難は乗り越えられると思ってるよ、俺は。生活保護やめるなんて何回も言ってないよ、俺。カバオさんいらっしゃい。いや、のろけ、のろけさせてよ。3年彼女いなかったんだから。パコさん、フォローありがとう。大切だよ。陰で尽くす女。しかもね、機材の問題もあったじゃん。機材がさ、パソコンが壊れてるっていうのも、ノンタンがパソコン貸してくれるって言って、今、持ってきたから、機材解決しましたよ。レッツノート最新型。ノンタンが貸してくれるって。フォローありがとう。月のロマンさん。ありがとう。このまま行ったらね、生ポーやめようと思ってて、いろいろ今動いてます。ニコ生ミン A さんいらっしゃい。ようやく目標が、もう3年もかかったけどね。4年か、生ポー受けてから。でもね、やっぱ配信で稼いで抜けるっていうのが、やっぱ自分としては嬉しいかな。ノンタンは甘やかすだけじゃなくてお尻叩いてくれるからいいよ。いや、すごかったよ。だから先月の末、リスワン撮るときに、30分前ぐらいに、すげえ怒られたもん。ノンタンが。なんで配信やんないの？ねえ、リスナー待ってるよ。で、俺が、もうダメだよ、ノンタン。
もう無理だよ今日は。1000人話されてるよ。いや関係ないでしょって。諦めたら終わりだよって。30分残ってるんだからやりなよ。配信やりなよ。そのまま30分終わりましたね。電話で30分、配信やりなよ、リスナーが待ってるよって言って、気がついて電話が終わった頃にはもう12時超えて、ああ、取れねえわ。この電話で終わったわ、と思って。うん。いや、でもそういう彼女ですよ。リスナーの気持ちを一番理解してる。うん。そう。ナムポクレカ作れないの痛いよね。あ、実はね、区によっては作れるんですよ。僕が知ってるのは神奈川ではね、クレカ持ってる人多いですよ。ナマポで。ゴルゴさんいらっしゃる。ね、いい彼女。いい彼女っていうのは、まあ、リスナーだからね、もともと。うん。やっぱリスナーさんの気持ちがわかるんだよ。うん。ナマポは辛かったですか？アキノンさんごめん、スルーしちゃって。こんばんは。楽しんでてね、アキノンさん。ごめんね、スルーしちゃって。生ポは辛かったっていうか、生ポ受ける前が辛かったかな。正直生ポ受けてからは辛いっていうのはなかったけど、うん。セイホ一旦止められて一人でデモしたことあったよね。あ、あれは止められたんじゃなくて、2チャンネルひろゆきいるじゃん。2チャンネル創設者の。で、テレビ番組で討論やってたの。その時に俺の話題が出たのよ。その区役所側の人間で生活保護をテーマで議論するテレビ番組だったんだけど、明らかに俺のことを、なんかニコニコ生放送でポイント稼いでるやつがいて、生活保護の中で、その、もう殺到してると、あ、クレームが。で、そいつは生活保護最高とか言ってると。どう思いますか、ひろゆきさんって言ったら。そいつ頭いいっすねって。そいつ一人のために、生活保護法を変えるのはナンセンスですよって。頭いいやつが悪さするんですよって言って、ひろゆきが擁護したって言って。今月のリスナーは、金梅さとみ、ヒカルのおかげ。まあ、確実にそうだね。グデグデさん、確実に。もう、本当に、あと、深夜庁もそうだし、企画時代、リアルライフさんのおかげだとも思ってるし、あと、昼間すごい盛り上がった浅井さんっていう方がいるんですよ。だから俺はこの日、ぶっちゃけた話、撮れるならこの日だなと思ったの。今月はこの日しかないなと思ったから。ただ、真ん中の日って撮りづらいんですよ。後半になればなるほど撮りやすいの、仕組み上。だから、もう、前の日の夜中の12時から企画4発ぐらいやったの。企画4発。千葉県で、千葉県一の巨大ゲームセンターに行って配信やったりとか、昼からは、浅井さんっていう面白い人のカラオケパーティーに参加したりとか、で、夜司会やってっていう風な流れ。もう、撮りに行ってたんだよ。そう。もう24時間ずっとぶん回してた。浅井さんの笑えた。石川が決めて。最低限度の文化的な生活を送れない人なら生ポは最後の砦。そうだね、セーフティーネット、最後のセーフティーネットって言われてるね。死ぬ一番手前のセーフティーネット。その前にセーフティーネットっていくつかあるのね、実は。助成金であったりとか。209名さんいらっしゃい。あ、違うわ。250名さんいらっしゃい。エリさん風船プレゼントありがとう。頑張ったんですね。来月も取れたら。いや、来月取らないと。今月はだからラッキーだったんだよ。石川の竜樹が配信やってて、12時手前で配信切ったら確実にあの日は石川の竜樹だったよ。だから石川の竜樹がずっと放送垂れ流してて、12時過ぎたから撮れたようなもんだから。あれは、俺のマックスを使って、しかも関わってる企画があって、で、石川の竜樹が狙ってなかったっていう、なんかラッキーが4つぐらい重なって撮れたやつだから、自分の実力だけじゃないと思ってる。だから来月、再来月と撮れるようになって初めて大手配信者の仲間入りだと思ってるから、みんなよろしくお願いします。みんな応援よろしく。一緒にまた来月も撮りましょう。サッチーさんこんばんは。浅井さん神様だよね。浅井さんは神様。来月も撮りたいね。のりちゃんが花を持たせてくれたよね。うん、絶対そう。いや、ワド頑張ってるから、ちょっと今日は撮らせてやるかって。俺はいつでも撮れるよってことでしょ。石川のりゆきクラスになると、俺はいつでも取れるよって。だから次の人と、あれじゃん？リスワン。あれじゃないのかな？のりゆきさんでしょ？あ、やっぱそうだ。だから次の人ったじゃん。ほら。だからこの、そうそうたる顔ぶれに戻れたっていうのが嬉しい。金映え、つばにゃん、ひかる、ランハゲ、パルパル、深夜っちょ、サメ島、さとみ、うなちゃんまん、みずにゃん、のぞみ、けん、わど、のりゆき。だからこの顔ぶれに、食い込めたっていうのがもう嬉しいかな、すごい。もう本当にね、俺5993人だけど、だいたい1日分回して3000人ぐらいなのよ。だからこの日は、
倍倍他の人のボーナスがあったっていう風に考えていいね。でも、石川さんはピンの企画で5875だから、石川のりゆきさんはいつでも取れたんだよ。うん。大手は違うよね、風格が。でもね、なんかちょっと気になるのが、実はね、金梅さん配信外で、これ金梅さんのかっこいい話していい？金梅さんのかっこいい話していい？あの、ほら、居酒屋に移動して、配信ずっと回ってなかったじゃん。その時に、俺がずっとチェックしてたら、金梅さん隣で飲んでたんだけど、ああ、ワード、取れそうか。おい、乗り行きやってんじゃねえか、ワード。おい、そしたらよ、俺がよ、全部よ、配信おめえにぶん投げてやるよ。ふわっちで俺が枠を開いて、速攻切ってワード君とこ来いっつったらおめえ取れるから。かっこよくね、金梅さん。そう。で、ずっと言ってくれてた。おめえ取っちゃえよ、ワード。つって。すげえかっけえなと思った。で、なんか、その後、なんか、ちょっとやっぱごたごたで配信はやっぱ一人にしようってなったの。で、深夜帳枠一人にやろうってなった時に、なんかメール打ってたの、LINE で。もしかしたら、金梅さんが石川のりゆきに和道に花持たせてやれっていう風に言った可能性あると思ってる。多分ね、金梅さん石川のりゆきさんにメール送ってると思うよ。金梅さんめちゃめちゃ優しいよ。金梅さんだって司会、だから、あの、みんな覚えてないかもしんないけど、あの、ツイキャスのオープニングの時、俺真ん中に立ってたでしょ。あれ、俺出しゃばり嫌いだから端っこの方にいたの。映らないようにしてたら、おい、ワドウ君、お前司会だからっつって売名させてくれたんだよ。深夜ちょ、ワドウ真ん中にしてやれよ。おい、みんな始めるとき、ワドウ君真ん中にしてやれ。かわいそうだろ、つって盛り上げてやれよ、つって。金梅さんが無理やり、あれだよ、企画、その時関係ないのに、ワドウ君司会なんだから花持たせてやれよ、つって。で、裏でずっと、ね、あの、真ん中にしてくれたんだよ。いいよ、いいよってみんな言って。うん。そう。すげえかっこいいよ。優しいんだよ、配信回ってない時。寂しい、寂しい、泣いてた男とは思えないかっこよさ。だからあれじゃん？あの、関わったリスナー、あの、関わった配信者から好かれるんじゃん？だってさ、金梅さんがさ、育てた配信者、ランハゲもそうだし、橋本くん、野田ゾーリ、で、ヒカルくんって全部大手になってんだよ。こんな配信者いる？まあ、誰とは言わないけど、誰とは言わないよ。誰とは言わないけど、横山みどりさんなんて食い物にしてるだけじゃん。配信者全く育ててないじゃん。誰とは言わないけど、横山みどりは自分の配信が面白ければそれでいいんだよ。ね？だからみどりさんとは全然違うよ。うん。金梅さんはちゃんと育てるから。うん。石川がハエの言うこと聞くわけないじゃん。それはそうだな。ま、田下さんの意見は正しい。あ、言ってる？嘘。嘘。言ってた。俺言ってないと思うよ。俺、そういうの言わないと思う。言ってた。まさか心の声漏れちゃったのかな。金ちゃんの優しさ隠しきれない時があるよね。うん。で、超かっこいいよ。金梅さんは配信者からめちゃめちゃ好かれてるね。特に、その、なんつうの、大手からはライバル視されてるから、なんかあるけど、大手同士のつながりじゃなくて、後輩から慕われてる。配信者の。うん、配信者の後輩から慕われてるね。うん、新しいフォロワーさん。ふうやんさん。りきさん。ともさん。ホリデークイーンさん。パーコさん。フォローありがとう。ツイッター。ごめんごめん。こもっちゃった。YouTube の方もぜひ、YouTube と Twitter もフォロワー増やそうと思ってるんで、特に YouTube のチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。YouTube 今力入れてるんで、もしよかったら YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。和道の太鼓持ちは相変わらずな。俺太鼓持ちだよね。バレてるね。あんまそういうの言わないで。あんまそういうの言わないで。新しいリスナーさん、新しい、俺結構太鼓持ちだから。うん。あんま言わないで、そういう。うん。デメキンさん、ハートありがとう。うん。ありがとう。風船ありがとう、エリちゃん。みんなありがとうね。うん。みんな、これ本当だけど、本当に、風船は1円だけれども、本当に、1万人が1円やるだけで1万円だからね。食っていけるからね。この1円舐めたらダメだよ。本当にでかいから、配信者にとっては。みんなが風船1個って人生変わるんだよ。これが配信のすげえところなんだよ。本当に。
塵も積もればじゃないけど、数はパワーなんだよ、やっぱり。俺はね、配信者だからよくわかってるんだよ。この風船一個のありがたさ。本当に違うよ。一枠、和道に一個風船でもやるかだけで、本当に俺の人生が変わるんだよ。一円でみんな人生変えられるんだよ。一人の生活保護者を立て直せるんだよ。すごくない？すごいと思うよ。俺だから、ふわっちで頑張ってる人とか風船やるようにしようと思って買おうと思ってるもん、今。クレジットカードがなくて今買えないんだけど、これでウェブマネー買って今度ね、2000円分ぐらい風船とかハートとか買って、なんかカソナムヌシとか頑張ってる配信者に俺も配ろうと思ってる。ゆいさん風船ありがとう。本当に変わる、本当に変わる。カスも積もればゴミになる。ゴミが積もればゴミ屋敷。いいことねえじゃねえかよ。モグくん、面白いね。エリさん、風船ありがとう。立ち直ってほしいね。うさんくせえ。赤い秀和かな、これ。待ってます。モンジュさん、いらっしゃい。バーガープレゼントありがとう。正直、風船は無料で手に入る。らしいよね。風船って無料で手に入るって聞いたよ。俺もちょっとよくわかってないんだけど。風船1個無料で手に入るんだって。新しいフォロワーさん。シャミさん、コッタンさん、ユキチさん、サコさん、フーヤンさん、フォローありがとう。初見さんいらっしゃい、マイカさんフォローありがとう。あ、フォローありがとうじゃない。コメントありがとう。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。よろしく。風船10個プレゼントありがとう。広告のビデオを見たら風船もらえる。あ、そうなんだ。いいね、いいね。だからふわっちはなんか無料でも楽しめるし、有料でも楽しめるし、いろんな楽しみ方があっていいなと思った。あとね、コミュゲンみたいなのを作ってないのが面白いと思った。コミュゲンがないのはすごいいいよ。どんな人でも参加者はね、無料で見るべきだっていう。なんか運営がすごく考えて作ってる。ニコ生コミュゲンあったらさ、排除できるじゃん。ために行かなきゃだけどやる時間がない。うん、すごい。うん、すごいよね。運営さん考えてるよね。いいサイトだよ、本当に。マイコさん、チナさん、モンジュさん、およよさん、フォローありがとうございます。ぜひ、YouTube の方もフォローしてください。旅の話しようよ。旅どっから行く？旅どっから行こうかな？どっから行こうかな？あ、四つ目！おー、アキノンさん、ありがとう。ありがとう、ありがとう。超嬉しいわ。ありがとうね。お、またフォロワーさんが止まらないっすね。いいね、いいね。だって昨日なんかさ、昨日じゃない、一昨日か、一昨日の企画の時なんか160人登録だったからね。一日で160人コミ登録はかなりでかいよ。ふわっちはキャスの姉妹サイトかな。いや、全く別だと思う。多分ね、ふわっちがね、キャスを参考にして作ってるんだと思う。抜けるのはまだまだ難しい。いや、多分来年もう抜けるの確定ですね。稼げてきてるんで。ほんと。フォロワーも増えて嬉しいよ、ほんと。だってまだ1ヶ月経ってないんだよ、ふわっち来てから。ふわっち来てから今日で20日、20日と2日だから22日目だよ。1ヶ月経たないで、こんだけ人が集まっていただけるっていうのはすごいいいサイトだね。俺にとっては。最高ですよ。頭、マジか。マジマジ。驚いてる。環境も激変してるね。リスナーさんも増えてきて、コメントも安定してきて。ねえ、なんかもう本当に運気がこうバーンって向いてきた。あ、蓬莱さんも連れ登録してくれてんだ。ね、生活保護、車は原則として持てないんだけど、まあ、都内だったら電車いっぱい走ってるんで、いらないじゃないですか。だから都内だと持てないっす。ただ、郊外の場合とか田舎の方だと、仕事をしてる人のために車を持ったり、原付持ったりっていうのは許可出てる事例はいっぱいあるので、生活保護イコール車が所持できないっていうわけじゃないですね。環境とか状況によってだいぶ変わりますよ。都内ではまず持てないっすね、車は。ふわっちなくなったらどうする？いや、超怖え！超怖え。ふわっちなくなったらどうしよう。そういうのがあるから配信者って困るんだよね。ふわっちなくなったらやべえよ、本当に。考えないで、俺はふわっち盛り上げるために尽くすよ。とりあえず、ふわっちあるうちは。腹減ったからピザ頼んだ。ワドンはなんか食べた？いや、今日、それがね、昨日の夜ピザ食べたんだけど、ピザ食べ終わって金梅さんの放送見たら、ピザ食いてえな。ワドンとは言って。ピザ、注文できねえわ。住所がねえわ、登録するところ。とか言ってね。あ、金梅さんと被ったねって言って笑ってたんだよね。
初見の藤子さん、コメントありがとう。楽しんでいってください。面白かったらフォローよろしくお願いします。そうそう、都内なら免許もいらないな。うん。メガネどこで買ったの？これね、アルークって言って、5000円ぐらいのメガネ屋さん、ブランド。YouTube でも稼げるようにしとこう。ありがとうございます。フォローはどうやったらできますか？フォローってボタンどうやってやるんだろう？みんな教えてあげてよ、フォローの仕方。うん、君は女も車もあるから余裕だよな。僕車持ってないっすよ。免許すら持ってないよ。フォローありがとう。免許持ってないよ。カエルさん、誤解ですよ。車持ってないっすよ、僕。彼女は最近できていいばっかりです。生活保護なね、住んでるところとか年齢とかによるんだけど、俺の場合は約13万円。家賃がでかい。家賃が東京の一等地だからちょっとでかいんですよ。あ、俺で13万円ですね。新しいフォロワーさん、アキノンさんフォローありがとう。藤子さん、静香さんフォローありがとうございます。ありがとう。うん、ありがとう。できてるできてる。アキノンさんありがとね。ただ住んでるエリアによって上限するし、障害者手帳を持ってるかどうかも変わるし、働いてるかどうかでも全然変わるよ。付箋ありがとう。マイカさんありがとう。キャスから配信者一気に流れたよな。多分ね、今ね、ふわっちはブーム来ると思うよ。まだまだでっかいブーム来ると思ってる。ふわっちすごいいいサイトだよ。やりやすいし。風船ありがとう。マイカさん。ありがとね。マイカさんね、風船10個まとめてとかできるからね。もしよかったらその機能使ってみてください。手帳持ってますよ。僕、障害者ですよ。うん。持ってる持ってる。風船10個ありがとう。サーバー弱いのがちょっとだけね。まあ、それはベンチャーだからしょうがないよ。うん、障害者手帳持ってるよ。うん、障害者手帳3級ですね。そうだろうね。働いた分全額引かれる。7万円働くと2万円ぐらい残る。働いてる人の方が優遇されるようにできてるから、俺の場合は、13万円生活保護で、7万円で2万円残るから5万円返還してるって感じかな。だから15万円分ぐらいの生活をしてるけど、5万円返還してるから、ちょっと計算ができないな。うん、モニカか。ごめんごめんごめん。モニカか。ほんとごめん。モニカね。俺はもう英語弱いからさ。アスペルガーっていう病気で文をね、読み間違えるっていう、あれ、僕は特性があるんですよ。まあ今説明した通り、アスペルガー症候群って言って、俺のアスペは文法が読み取れなかったり、相手のその文からニュアンスが読み取れないっていう。メンヘラとはね、ちょっと違うんだけど、発達障害って言って、生まれながらにして感情の一部が欠損してるとか、一部の機能が欠損してるっていう感じだね。手帳、僕は障害者年金もらってないです。もらってないです、もらってないです。佐野の紀藤さんいらっしゃい。心理検査したの？したよ？もちろん。東京大学でやった俺は。東大で、WAIS-3 っていう心理テストをやりました。心理テストじゃない、IQ テストか。うん、あれ？あった。アスペでもそんなに大変な感じじゃないで。いや、だから、みんな、びっくり、いや、ようやく障害者は分かったと思うんだけど、普段一人でいると障害者っぽくないんですよ。あ、ちょっと読み間違いが多いなとか、文章読めないなっていうのは伝わってたんだけど、この前の配信で4人配信者がワーキャーワーキャーしてるとき、俺ずーっと一人でこうやってやってたでしょ。コミュ障感やばかったでしょ。なんか中川翔子みたいになってたでしょ。ショコタンみたいにぼっちになってたでしょ。要は、絡まないと伝わらないと思う。絡んだとき思ったでしょ。和道ってこんな喋らないやつなのみたいな。あいつ浮いてるし、なんか、置物みたいになってるって。俺、企画の時とか結構置物になるんだよ。そう。すごいコミュ障感出てたでしょ。うん。顔真顔だったでしょ。要は、こいつ障害持ってんだなっていうのが、結構伝わるシーンだったと思う。4時間ぐらい苦痛だったもん。楽しそうだなと思って。俺も輪の中に入りたいなと思って。うん。あのポジションにあえていたんじゃなくて、何喋っていいのか分かんなくなるの。司会進行の段取りとかもずーっと考えて、それ以外のことができないの。対応できないの。うん。マイさんいらっしゃい。そんなんで手帳もらえるんだ。いや、まあまあ、それに伴って、統合失調症とかが出てたから、その時にもらえるんですよ。
そういう、二次障害って言うんだけど、いろいろ大変なのよ。司会は、だから、ちゃんと練習したからね、前の日に。新しいフォロワーさん、マイさん、ヨシキさんいらっしゃい。IQ テスト、しんどいよね。結構辛いよね、あれ。結構辛い。初見さん、マーさんいらっしゃい。楽しんでってください。楽しかったらフォローよろしく。お願いします。付箋プレゼントありがとう、マーさん。配信だとこんなに話せるのに。そうそうそう。だから、一人で一人で何かをするのには全然苦痛ではないね。深沢さん、フォローありがとう。統合失調症は治るね。うん。目に見えないからなかなか分かってもらえないかもね。うん。だから、なんか、よく言われたんだけど、分かってる人はワドをなんか、障害モードだなっていう、なんかコミュ障が出てるなっていうのは伝わってたけど、障害とかにあんま詳しくない人からすると、なんかワドをブリッコしてるみたいに、ツイッターで書かれてた。ワドあいついい人ぶってるなって。違うよ。いい人ぶってるんじゃなくて、コミュニケーションが取れないんだよ。ADHD と自閉症スペクトラムで生ボミンです。あ、そうなんだ。じゃあ一緒だね、俺と。人とご飯食べれる。仲のいい人と食べるのは苦痛じゃない。気が合えば、いくらでも喋れるんだけど、気が合わないとぼっちになっちゃうっていうか。うん。心をなかなか開けない。目に見えないからなかなか分かってもらえないかもね。治るの。統合失調症は治るよ。うん。全然、ね、治るよ。生活保護で食った方が安定じゃねえかな。まあ、それはあるよね、ぶっちゃけの話。だけど、俺自身がやっぱ社会、ね、社会貢献したいっていうのと、働きたいっていうのと、あと、生活保護で若いうちにいつまでもダラダラしてたくないっていうのは思ってて、うん。収入が減ったとしても、生ポは早く辞退したいっていうのはあったからね。だからまあ、それが叶いそうかな。舞さんフォローありがとう。精神病院ですね。東京だとね、アスペを診断するのは3つあって、東京大学と、あとどこだっけ、駒沢大学病院だっけな。慶応大学だ。慶応大学病院、東京大学病院。あともう1個あったはず。駒沢だったかな。うん。偉いかどうかわかんないけど、本音ですね。ちなさん初見です。人が怖いとか思いますか？人が大嫌いで人が大好きですね、僕は。コメントありがとう、ちなさん。面白かったらフォローしてね。個人的には生ポより社会の歯車になりたい。そうだね。やっぱ生ポになって全然友達できなかったから、放送やってなかったらマジで多分、本当のぼっちになってたから、やばかったよね。やっちょもこむしょうって言ってた。詐欺の過去があるんですか？あるよ、俺。うん。アスペになれば生ポもらえるの？生ポはアスペじゃなくてももらえます。生ポは別に障害者だから渡すっていう制度じゃなくて、貧困を救うための制度だから、障害がなくてももらえますよ。生ポは。生活保護のね。社会の歯車になった後はプレイヤーになりたい。そうだね。働くことは別に俺は悪いことじゃないと思ってて、いいことだと思ってるから。楽しいことっていうのかな。うん。まーさんフォローありがとう。あ、障害あるんだ。結構ね、僕の放送やっぱ、障害者、俺が障害者だっていうのがあるから、障害者の人結構集まるね。貧困層には見えないけど。あ、いや、貧困層には見えないっていうのは、俺が貧困だっていう話じゃなくて、貧困の人を救うための制度だよっていうことを言った。知的障害と統合失調症です。あ、そうなんだ。うん。この二つね。初コメです。私もコミュ障なんで潜ってみました。いらっしゃい、海崎さん。あ、みじんこさんって呼ぼうかな。みじんこさんいらっしゃい。ありがとう、コメント。うん。面白かったらフォローしてね。付箋10個プレゼントありがとう、ホーレイさん。ありがとう。でも配信で食うのは甘くねえぞ。俺が一番わかってるよ。俺が一番わかってるよ、それ。俺が一番それわかってるんだから、配信で食いたいっつって4年かかってんだよ、俺。4年だよ。俺が一番誰よりも知ってるわ。トレイさん、お疲れっす。産休だったら産休だったら黙っていれば気づかれないくらいの障害ですよね。そうだね。産休っていうのはそれくらい。で、入院歴があるとか、産休の時期が長い。5年、6年ってなると2級になるの。で、1級っていうのはもうずっと入院してるレベル。だから、その辺も知らない人が多いんだよ。産休っていうのは、そう、健常者と障害の中でも一番軽いのが産休の。だから、ちょっと社会的に不具合が出てるぐらいだと思った方がいい。だけど、そう、年金って言って国がお金渡すほどじゃないけど、もう障害者として認めていいレベルっていうのがギリギリが3級。で、2級っていうのは入院歴が1回か2回あるとか、
自殺したことがあるとか、もう長い人、もうなかなか治らない人が2級。うん。そう。視力悪いだけでも3級は取れる。取れる、まあ、資格じゃないからね。そうそう、軽い障害。精神病院から通院から脱却したいけど、なかなか難しい。まあ、そうだよね。うん。病気だからね、完全にね。うん。なかなか難しいですね。新しいフォロワーさん紹介します。海崎さん、みじんこさん、フォローありがとう。今のエコーを受けた。年金はもらえないの？ 3 級はね、ほぼ年金はもらえないですね。うん。だから、例えばバスが割引になるとか、電車が割引になるとか、そういうなんか障害者向けの、例えばその、図書館無料になる。図書館もともと無料だわ！うん。図書館無料だわ。図書館も無料だけど、例えば国がやってるその美術館とか博物館とかがタダになったりとか、半額になったりとか、そういう割引を受けられる。うん、面白い配信しても生ポで結局叩かれるような、やめたら大手振って配信しようぜ。まあ、いや、けじめかな。うん、俺は別にその生ポが配信やっても別に俺は構わないと思ってて。ただまあ叩かれるだろうなとは思ってたから、案の定叩かれ続けてきたけど、そこから這い上がりたかったからね。まあ叩かれるわな、それな。しょうがないよ。あ、そうそう、映画館も1000円で見れるね。そうだそうだ。だから割引とかを受けられる。うん。都営線もタダです。東京だけだけどね。バスと電車がタダになります。ディズニーランドは並ばなくていい。あ、それはアメリカだけじゃなかったかな。確かアメリカだけだったと思ったよ。並ばなくていいやつは。ちょっと日本のディズニーランドわかんないけど。六本木のスポーツジムタダで使えるところ。嘘！マジで。俺はね、あそこ行ってるんですよ。それ教えてもんじゅさん。DM 送って。俺ジム通おうと思ってるから。うん。それ行きたい。半日カルト制服員さんかな。うん。初見さんいらっしゃい。楽しんでいってください。うん。モンデさん DM ください、それ。俺はね、行ってんのは、千駄ヶ谷だっけ？国立のティップネス行ってますね、僕。金梅が日本で並ばなくていいって言ってた。マジで？あ、聞いてみるわ。うん。今、何の音今？今、なんか音してなかった？何の音？なんか音してなかった今。ガタガタ言ってなかった。ごそごそとかガタガタって聞こえたよね。外では聞こえてないんだよね。何今の。いや、この配信時々ポルターガイスト的なこと起こるから。うん。心霊結構よく起こりますよ。うん。僕の YouTube もそういう動画いっぱい上がってるんで。うん。何？何？何も鳴ってないんだけど。チェンソー？何これ？何これ？何も鳴ってないのに。いや、もう腹がブヨブヨなんですよ。腹がブヨブヨになってて。何この音？何これ？何も鳴ってないんだよな。まあいいや。うん、いい。ほっとこほっとこ。10分ぐらいしたら治るから。ねえ。なんか変だね。よくあるんですよ。女の人の声がするとか、寺の、なんていうの、鈴の音がするとか、寺の鐘の音と、あと声はよく入るのと、一番やばかったのはバッチリ映るっていうのは、よく聞く。和道の放送、なんか心霊系のキャプチャーでよく、俺の放送のここに映ってたとか、顔があったとか、よくあるよ。うん、いや、怖いけど、まあ、しょうがないよ。この放送はデフォだから。なんだこれ。うるせえな。うん、なんだろうね。引き寄せる人らしいね。俺は霊感、俺自身は見えたりしないんだけど、ロハコさんが霊感、霊を引き寄せるってよく言ってるね、俺は。そういう体質らしい。この部屋はうじゃうじゃいるってロハカさんは言ってた。私心霊スポットとか行っても怪奇現象とか全く起きないんだけど、なぜかな。なんなんだろうね。俺はよく怒るからもうなんか嫌だけどね。あ、止まった。あー、着いた。なんだこれ。外では鳴ってないんだけどな。
なんだこれ。誰かがチェーンソーでも使ってるような音だよね、遠くで。ごめんね、ウィーミーうるさくて。ピント合ってない？嘘？トワさん本当？ピント合ってるでしょ？丸の子でなんか咲いてる。うん。いや、わかんない。俺は霊はいないと思ってるから。うん、あ、止まった止まった。よかった。だいたい10分ぐらいでいつも収まるから。今日長いな。今日ロングバージョンだな。長えな、今日。なんかあるんでしょ。ちょこちょこピント合ってない。あ、もうごめん。それはもう気にしたらきりないから、この放送を見るので。一番怖かったやつ見る？みんな。俺の放送で、あの、ツイッターで500、1日で、たった1日で500リツイート言って、あの、10万人が見た動画あるんだけど、見る？超怖いよ。もうツイッターで一番騒がせたっていう動画。見る？うん。いくよ。これなんだけど、30秒ぐらいの短い動画なんだけど、これ。これよく見ててね。そんな長い動画じゃないから。うん、これ。これ超怖いよ、はっきり言って。超怖いよ。これ公園なんだけど、公園なんだよ。すりガラスよく見といて、すりガラス。すりガラスよく見といて。怖くねえこれ。気づいた？気づいた？これ。超怖いっしょ。見た？みんな。こっから、こう人が流れんの、うん。こっち側から人が流れてくるから。うん、怖いっしょ。で、消えるの。超怖いでしょ。うん。あの、のりゆきさんが検証したやつね、これ。どこで検証したんだっけ？これ、すごい再生数があったね。音楽で緩和されるね。うん。怖いよね。こういうのが結構ある、俺の放送は。あと、ロハコさんの家に行ったらずーっとラップ音と、もう顔面がバッチリ映ってて、顔が。で、ずーっと覗かれて、ゴン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 されてるみたいな。もうロハコさんの家に行くとラップ音だらけ。うん。まあ、わかんないんだよね。何がなんだか。頻繁にあるからもう慣れちゃったけどね。てか、俺がびっくりしてるのは、アナログの時代だったらまだなんとなくわかるじゃん。カメラとか、バカソンカメラとかの心霊写真とか、まだわかるじゃん。だけど、幽霊が最近デジタルに対応してきてるとか嫌だ。え、幽霊ってデジタルでも映るんだっていう。うん。なんか一応ね、あの、足も映ってるんだよ。だからランナーじゃないかっていう疑惑が出てたんだけど、足もちゃんと映ってるんだけど、あの、何回も検証したんだけどね、なんかこう、人が消えるんだよ、途中で。なんかランナーなんだけど、足も映ってるんだけど、消えるんだよね。だからどこ行ったこれみたいな。だから、ランナー説、人間説、お化け説、座敷わらし説。で、一番面白かったのが、これを俺採用したいと思ったのが、タイムトラベラー説。あの、タイムトラベラーがランニングして、こっから先でタイムトラベルしたっていう説もあったね。そうそうそう。右側の時は足が消えてんの。で、身長が低くなるんだよね。タイムトラベラー説はちょっと面白かったんだよね。ツイッターで、いや、これは幽霊じゃない。タイムトラベルだ。お前ら全然分かってねえわ、みたいな論法を展開するやつがいて、こいつ面白いと思って。うん。あんなランナーいねえよ。あり得るよね。タイムマシンっていうか、まあ、だからこうやってタイムリープしたんだよ。ファンって。だからあれだよ、なんだっけ、映画であったじゃん。あの、フォレストガンプみたいな感じじゃん。フォレストガンプのリアル版みたいな。うん。この時すごかったよ、もう。携帯電話がもうずーっとピコンピコンピコンってなってて。リツイートしました。いいねを押されました。とか。時をかける少女っぽいよね。うん。ねえ、あるんだね。でも結構頻繁に起こるから、もう、
なんか、この放送いつ来るようになると、あ、またか、みたいな。ワードまた鳴ってるよ、みたいな。あ、今声聞こえたよ、とか、もう普通にコメントで流れる感じ。普通、普通。風船プレゼントありがとう。風船ありがとう。君の名はのシーンでしょ。君の名は見てないからわかんないわ、うん。君の名は見てないんだよね。いや、俺も、俺はわかんないんだよ。俺は目の前にいても映ってなかったのよ。で、彼女とも一緒に歩いたんだけど、そこ。足音夜中だったら絶対聞こえんの。ザッザッって。超でかい公園だから、あの距離感だったら足音絶対聞こえんのよ。で、見えてないのよ。だって俺タバコ吸ってリアルに見てるわけだから。だから、配信だけに映ってたの。それが怖いんだよ。うん。あ、あのね、引っ越さないのってこの家が呪われてるんじゃなくて、俺が呪われてるらしいよ。今日前髪かわいい。デコッパチですよ。うん。今日はセットしてない。うん。初見さん、のんのんさんいらっしゃい。面白かったらフォローしてね。コメントありがとう。だからね、引っ越しても、もう子供の頃は、ぶっちゃけた話、その魂みたいなの見えてたんだけど、子供の頃は。今は全然見えない。また聞こえる？なんだこれ。怖えよ。うん。あ、フォローして、フォローして、ぜひ。ドライ、いや、だから、こっちが何も聞こえないんだって。何にも聞こえないんだって。鳴ってないんだよ、現実世界では。このネットだけでなんか鳴ってんの。いや、掃除機だったら聞こえるじゃん。マイクで拾うわけだから。だから外しても聞こえないんだよ。それが怖いんだよ。ヘッドホンつけてみんなと同じ状況になると聞こえるだけなの。え、女の人の声した？嘘。いや、パソコンも鳴ってない、鳴ってない。え、何？女の声した？嘘。マジで？俺今ヘッドホン外してたからわかんない。嘘した？トワさん。嘘？嫌なんだけど。嫌なんだけど。嘘？いる？わかる人いる？霊感ある人？霊感ある人手挙げて。ちょ、霊視して。霊感ある人。フォローありがとう。ややかさんかな？あやかだ。あやかさんいらっしゃい。フォローありがとう。右上？嘘？嘘？マジで？マジかよ。わかんない。お、ちょうど700人目のフォロワーさんです。あやかさん、ゼロさん、のんのんさん、あやかさん、キリバンです。おめでとうございます。700人目のフォロワーさんです。みんなパチパチお願いします。イェーイ、700人いったぜ。あれだよ、1ヶ月で1000人目指そう。あと300人。あと300人。やったぜ。今ぶつかったよね、マイクになんか。今、マイクになんかぶつかったよね、今。バッポって言ってるね。結構近いところにいるぞ、これ。右上？どこ？こっち？この辺？台所？ここ？ここにいる？幽霊とか信じてる人が多いのに驚いてる。あ、結構いますよ。僕はちなみに信じてない。うん。貴重な切り番でしょ。700番目だからね。ドンってしたよね。怖いよね、うん。なんかこういう、こう。あ、音違うな。こういう音したかった。こういう音。ハチありがとう。なんか、ぶつかった。いて。マイクにぶつかった。あれ？マイクが抜けた？あ、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 あ。マイクにね、なんかがぶつかった音がしたよ、うん。っていうかさ、スクワットやりまくってるから、太ももが超いい感じなんだけど、太ももがすげえ鍛えられてていい感じ。幽霊は信じてないけど、宇宙人は信じてる。何子さんって読むんだろう？これ、ナスコさんでいいのかな？ナスコさんね、宇宙人は確実にいますよ。鳥飼ってるよ。鳥はいる、いる。鳥はいるよ。うん。ハゲとデブとブスは嫌いさんいらっしゃい。うん、メッセージ性が半端ないね。コテハンからメッセージ性が半端ないんだけど。
本当に嫌いなんだろうね。マイクから入ってきた何かがこのイヤホンから洗脳される。どうしようかな。まだ時間6時か。なんか外配信でもやる？外配信。まだ6時か。今日、時間経つの遅いな。黒黒、懐かしい。街行く人、あ、ねえ、みんな知ってた？これ教えてあげようか。宇宙人目撃例で、これすっごい面白い話なんだよ。宇宙人目撃例で、どんな形してるかっていうと、みんな意見が一致するんだけど、宇宙人ってどんな形してるか知ってる？これ、すごい夢がある話なんだよ。宇宙人を見た人を集めてみんな同じこと言うの。あのね、宇宙人って、高校生ぐらいの可愛い女の子をしてるんだよ。動画見ました。今、うなちゃんマンって NG ですか？え、どういうこと？ターさん。NG ってなんだろう？ハートプレゼントありがとう。そう。若い綺麗な女の子なんだって。みんな同じこと言うんだって。すごいよね。なんか夢がない。マジでマジで。人間の形してますよって。で、日本人っぽい。ちょっと外人っぽい、綺麗な顔立ちの、そう、女子高生っぽい感じなんだって。そう。だから、鈴宮春日にそんなキャラクターいなかったっけ？鈴宮春日の憂鬱で。なんか私は宇宙人みたいなこと言う女の子みたいな感じなんだ。うん。懐かしいね、黒黒ね。そう。それが意外だったんだよね。可愛い女の子だったらいいなとか思って。外配信何やろうかな。ゲームセンターで UFO キャッチャー得意っていう話をよくしてるから UFO キャッチャー、長戸ゆきだ、そうだそうだ。まあ、長戸ゆきみたいな顔してるかどうかわかんないけど。UFO キャッチャーの配信は結構重要。これも UFO キャッチャー、これも UFO キャッチャー、帽子も UFO キャッチャーで。そう。芸能人にも、どうなんだろうね。俺はわかんないけど。なんか女の人っていう人が多いんだって。うなちゃんマンに喧嘩凸みたいなので家にいてパソコン壊されてるの見たからです。あんなキャラやってたんですね。違うよ！あれ一晩中俺ディスり倒されたんだよ。あ、ワドーはよ、クズだよ。あいつよ、店に配信つけてきやがってよ、バカがよ。で、一晩中言われたの。一晩中言われたの。ただ店に挨拶、パソコンつけてないんだよ。店に入って、うなちゃんマン初めましてって、店で一杯飲んでもいいですかって言ったら、あ、帰れ。って言われて、たったそれだけなんだよ。たったそれだけなのに、ちゃんと挨拶して普通に客として行ったのによ。ワドはよ、クズだろ、あいつよ。バカがよ、入れるわけねえだろ。なあ、ゲルゲ。それ頭に来るでしょ。で、そんなに文句あるんだったら直接言ってくださいよって言って俺は家にいたの。それが流れなのよ。そう。うん。宇宙人って何しに来てんの？わかんない。暇なんじゃないの？多分暇なんだと思う。うん。なんだろうね。何しに来てんだろうね。うん。YouTube のチャンネル登録者確認しようかな。どれくらい行ってるかな、今。観光に来てんのかな。うん。YouTube のチャンネル登録が、ドン。どれくらいだろう。お！いい感じに増えてる、いい感じ。お、あと15人で100人。15名の方、チャンネル登録してください。お願いします。お、あと15人で100人行くわ。ぜひぜひ、皆さん、チャンネル登録してください。お願いします。うん。ワドーさん若かったんですね。まあな。そんな手前があったんですね。毎回あんなキャラではないんですね。ほんまに壊されたんですか？警察にも言わずに。壊されたよ。今配信してるパソコン、そのパソコンだもん。キーボードは使えないし、なんか電源は入らないし、もう壊れてて。まあ、彼女がレッツノート今貸してくれてるからいいけど。宇宙人と戦争になったら世界中の人仲良くなれるかな？あ、俺全く同じこと考えてる。地球人が結束を結ぶには外部の敵がいたらいいっていう。戦争と同じ理論。うん。彩香さんと同意見。俺今31ですね。31です。あの頃あれだからね、丸坊主だったからね、いかつい感じだったからね。なんで配信者って列の音軽いもん。軽いし、充電が持つし、スペックが高い。値段が高いんだけど、
めちゃめちゃ軽いんですよ。外配信でパソコン持ってる疲れるの。な、耐久性もあるし、レッツノートが配信には一番いいね。Mac でやってたんだけど、Mac ってアルミボディなのね。だから、太陽光で熱がこもっちゃうんだよ。で、通気性が悪いの。空気穴がないんだよ。Mac って。この裏にあるんだけど、ここの裏にあるんだけど、だから熱がこもって熱暴走を起こすのね。だから Mac では配信できない。夏場は。外配信。みんなレッツだよ。利点が多いっていうか、まあ、その、外で持ち歩くように設計されてるから、やっぱ、レッツを選ぶよね。で、いろんなパソコン試したけど、やっぱレッツノートいいっていうのは定番。だ多分ね、レッツは、もう、配信者はレッツっていうのは変わらないと思うよ。うん、俺もレッツノート嫌いだったんだけど、やっぱ今ではレッツだなと思う。うん、利点が多い。うん、どうしようかな。何やろうかな。こんばんは、メリクリいらっしゃい。いらっしゃい。うん。だって驚愕の薄さだよ、今。まだ使ってないんだけど。まだ使ってないんだけど。これ。超小さくない。この大きさだよ。超軽いの。すごいよ。これで配信できるんだもん。うん。超軽いよ。うん。MacBook の小さいやつなんだけど、それと比べてもこんなに違うんだもん。MacBook よりも小さいの、ほら。MacBook Air より。だからどれくらいの大きさって言ったら伝わるかな。わかるでしょ？伝わるでしょ？これも薄くて小さいんだけど、薄さは MacBook Air の方が薄いけど、うん。チャンネル登録ありがとう。外配信用っていうか、パソコンうなにぶっ壊されたやつ。レッツレッツ、これは。パナソニックのレッツノート。うん。彼女が、私もしばらく使ってって言って、旅配信今のパソコンじゃできないよって言われて。レッツノートの最新型だって。うん。使っていいよって。まだ使ってないけどね、うん、使いたいんだけど、いろいろ配信用の設定があるから、ソフトウェアの、うん、知らん、いくらか。見てる配信者ほとんどがレッツノート。まあレッツが一番安定してるよ。みんなありがとう。みんなお疲れ。一旦休憩入ります。お疲れ様。今日登録してくれた、フォロワーさんを最後に紹介します。あやかさんフォローありがとう。ゼロさんフォローありがとう。のんのんフォローありがとう。朝顔さんフォローありがとう。天才バカボンさんフォローありがとう。ノアさんフォローありがとう。海崎さんフォローありがとう。まーさんフォローありがとう。まいさんフォローありがとう。深澤さん、まいちさん、よしきさん、あきのんさん、ふじこさん、しずかさん、およよさん、モニカさん、ちなさん、もんじゅさん、しゃみさん、こったんさん、ゆきちさん、さこさん、ふうやんさん、りきさん、ともさん、ホリデークイーンさん、パーコさん、月のロマンさん、ジュンヤさん、マユさん、ルカさん、ミズさん、アメカンさん、レナさん、モッチャンさん、ユイさん、サクランボさん、エリさん、ゴンゾーさん、ヒカタンさん、コノハさん、ルーツさん、ミミさん、パズルさん、ロコさん、フォローありがとうございます。ありがとう、みんな。ありがとう。約40名のフォロワーさんと出会いました。また、放送します。お疲れ様でーす。おつでーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。